皆さんこんにちは。高知県青年農業士中央東ブロック協議会、山本修平です。私たちの地域では南国の太陽を諦めく太平洋に面した温暖な地域から豊かな森を抱える山間部まで、それぞれの気候に合った農畜産物が生産されています。今回はこのような地域で作られている安全安心で美味しい高知の野菜、果物、そして花について動画でご紹介します。それでは地域の特産物であるニラからです。どうぞ。こんにちは皆さん、私は高知県香南市でニラを作ってます野島紀美子です。今日はよろしくお願いします。高知県はニラの生産量日本一です。皆様のもとに新鮮なニラを届けるために、朝早くニラ狩りをし、新鮮なまま出荷できるような努力を行ってます。それではその様子を皆さんご覧ください。おはようございます。こうして朝早く買ったニラは鮮度を保つ秘密の袋に入って皆さんのお手元に届きます。食べてね。はじめまして、香南市鏡町山北で山北みかんを栽培している村上慎一郎です。山北みかんの特徴は水はけのいい土壌で栽培しているため、皮が薄くとても小玉になっています。またお日様さんさん高知県で栽培しているため、日照時間も長く糖度が高くなっています。甘いだけじゃなく酸味とのバランスもいいのが特徴です。いっぱい食べてね。どうも、上市戸沢村町でヤッコネギを作っております時井旅津明です。ヤッコネギというのは種から、まあ、収穫まで一気に育て上げる方法で育てています。これから旬の時期に入ってきます。ダメにもよし、みじん切りにすれば冷凍も効きます。それとうどんとかには欠かせない薬味となっております。これからまた飛躍になることを願って、皆さん消費の方よろしくお願いします。皆さんこんにちは。高知県香南市安町でエメラルドメロンを作っている井野陽介です。エメラルドメロンは一本の木から一つのメロンしか取らない一人っ子のメロンです。一本の木からできる栄養を一個だけに全部注ぐような美味しいメロンです。またエメラルドメロンは変わった栽培方法をしていて、防根透水シートというシートを敷き込んでこまめな水管理を行っています。そうすることによってとっても甘くて美味しいメロンができています。メロンのために毎日一生懸命昼夜を問わず頑張って育てています。ぜひ皆さんもこのエメラルドメロンを美味しく食べていただきたいです。香南市の安町でフルーツトマトを作っています安岡幸信です。フルーツトマトといってもフルーツトマトという名前の品種があるわけではなくて、普通のトマトを比較的涼しい時期にハウスの中で温度管理しながら、なるべく水を制限して育てることで味の濃い食感のしっかりしたトマトを作ることができています。普通のトマトは結構ピンク色の色合いのことが多いんですが、オレンジ色に近い色で、あとトマトの上の方に濃い緑のベースグリーンという模様があることが美味しさの特徴です。自分が食べて美味しいと思えるもの、あと皆さんが食べた時に人におすすめしたくなるような味を目指して毎日農作業を頑張っていますので、スーパーなどで見かけられたら手に取ってみてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。高知県香美市の香北町でオリエンタルユリを栽培している小松修平です。冬場のオリエンタルといえば、高知県です。最近のユリのトレンドは花粉が当てにつかないバンドームという品種で、薄いピンクの可愛らしいお花です。花粉が出る品種でも、おしべの花粉が吹き出す前に手で摘み取ると、お花にも手にも花粉がつきません。
ご家庭でお花を飾ってビタミン F を補給してください。はじめまして、南国市浜海田でピーマンを作っています野村光弘です。で、暖かい高知県では冬でも栽培することができるので、一年中美味しいピーマンを届けることができます。で、安心安全なピーマンを届けるために、害虫を食べる虫を使って化学農薬だけに頼らない栽培に取り組んでいます。で、苦味も少なくとっても食べやすいです。彩りもよく美味しいので、たくさん食べてください。南国市でシシトを栽培しています大和修平です。高知県では夏作冬作の産地リレーで一年中栽培されています。そして冬作の促成栽培では高知県が9割以上のシェアで出荷され、こちら南国市では高知県の中でもトップの収穫量で一大産地です。シシトウはたまに辛いのがあるイメージだと思いますが、辛くなる原因としてシシトウにストレスがかかると辛くなるとされています。我々生産者はハウス内の環境を最適化することによって高品質なシシトウができるように努力しています。スーパーなどでお見かけの際は手に取ってください。ぜひ高知のシシトウを食べてください。皆さんこんにちは。江南市安町でスイカを栽培しています小松大吾です。安のスイカは一つの苗から一玉だけ作っており、全国的にも珍しい空中立体栽培で栽培しています。皆さんぜひ安のルナッピのスイカをご賞味ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。南国市でお米を作っています金田義光です。温暖な気候を生かして3月中旬から田植えを始め、7月下旬には新米が出来上がります。温暖で日照時間の長い平野部から昼夜の寒暖差の大きな山間部まで、さまざまな地域にあったいろいろな品種がありますので、高知のお米もよろしくお願いします。高知を応援してね。